はい、ラジオネームオパールのいちご屋さんです。今日は9月の28日、今日からいちごハウスの中の、畝にマルチ掛けの作業を行ってます。今日はハウス内の、今の状態の動画を撮っていきたいと思います。はい、ここが、美味しいベリーの場所ですね。前回とさほど変わってません。こっちの方はまだランナの撤去作業の方は終わってない感じです。はい、次がとちおとめのエリアになっていきます。とちおとめの方は、昨日で、ランナーの撤去作業が終わったんで、こういう感じでランナーの方取ったんで綺麗になってますね。はい、で、毎年水はけが悪い場所があるんですけど、そちらの方に、こんな感じで畝にベラボンを敷いてます。ベラボンっていうのが、ヤシ殻の粉末かな。今回使ったのはこれですね。畑の水はけ速攻改善ヤシ殻繊維の土壌改良剤グリーンベラボン。滝さんとフジックさんの共同開発だそうです。1袋100リットル結構使いましたね。何袋使ったかな。こっちのハウスの奥側、入り口から入って奥側の方は換水チューブがあるんで、そちらの方はどうしても少し水漏れがあるんで、水たまりになったりする可能性が結構あるので、こちらの方は今年はベラボンを敷き詰めてます。はい、こんな感じ、こんな感じ。淡水チューブから少し水が垂れちゃうから、そっちの方の水たまりを防止するためにヤシ殻の粉末ベラボンを今年は巻きました。はい、ここが、ベニホッペのいちごのハウスの状態ですね。今今日からベニホッペの方から畝のマルチング作業の方を行ってます。こんな感じでまず真ん中にマルチを敷いて、その後畝側面ですね、畝側面の方マルチ掛けしていってます。今うちで使っているのは銀のマルチですね。こんな感じ、こんな感じでマルチの方を止めていってます。うちは高雪じゃないんで、結構こういう作業ずっと長時間やってると腰にきますね。また整体通わなあかんな。付け方としては真ん中の方、マルチをまず通してから、サイドのマルチは、こんな感じガムテープを使って止めていってます。はい、こんな感じ。多分一つのハウス1日かな、だから 1,2,3,4,5 1週間ぐらいをめどに、こちらの方ハウス全部にマルチの方敷いていけたらなと思います。まあ他に野菜とかの収穫とかもあるんで、もうちょっとかかるかもしれないですね。はい、こんな感じでした。